川添康平は、日本の医師。専門は、心臓血管外科。岩手医科大学教授などを経て、聖路科国際病院ハートセンターセンター長。東京女子医科大学医学博士。1971年なら県立医科大学医学部、卒業。東京女子医科大学心臓血圧研究所外科を経て、1980年から、国立循環器病センター長。 1991年東京女子医科大学から医学博士の学位を習得。1995年から岩手医科大学医学部第三外科教授。2003年から2006年まで岩手医科大学附属病院長を平任。2006年岩手医科大学を退職し、医療法人誠光会草津、総合病院院長に就任。2008年9月青炉科国際病院第三代。 ハートセンター長検心臓血管外科特別顧問に就任。母校公立大学法人なら県立以下、大学経営審議会学外委員等も務める。心臓弁膜症手術に精通。患者自身の弁を修復する弁形成術の第一人者。相棒弁形成術を日本に標準術式として広めた人物。2012年には、 三笠宮隆人新能の手術の執刀医を務めた。2013年4月関西医科大学から心臓血管センター長に任命された。執刀の川添医師は、弁修復のスペシャリスト m s n 産経ニュース2012.71121時50分。ありがとうございます。